それが全開だったスリーレでないの？そうですよくセンタークラッチスプリングが垂れるってほとんどの人そう思ってると思うんですよ。でも違うんです、うん、やっぱりバイクの方もちょっと負担大きくなるから、ちょうど美味しいとこをどうやって探すか、うん、よく言うじゃないですか、リメイクさんも、はい、ちょうど美味しいところとか、うん、美味しい、その美味しいところってやっぱりエンジンのトルクが一番出る回転数、そこに合わせて、ね、回転数、ね、そう、うん、ウェイトローラーをとにかくめちゃめちゃ軽いものを入れて、めちゃめちゃ軽い、うん、3つ入れて、でとりあえずぶん回して乗るわけですよ、うん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 、そうすると大体エンジンマックス近く回っちゃうんですよね、はいはいはい、そこから逆算で8000回転とか9000回転回るエンジンだったら2ストロークのパワーバンドってそこから2000回転下がった、2500下がった、そのぐらいが一番おいしいとこなんですよね、始まりの。9000回るとして2500引くと6500じゃないですか。でガーンって開けた時6500ぐらいで当たって、そこから徐々に徐々に伸びてってオーバーレグでガーッと回してくる、ね、変速している最中はそのトルクが出る回転数ギーッですね。そう、アクセル開けて戻して再加速がだるいって、これなんかだと結局エンジン回転数ってアクセル戻すとストーンって下がるじゃないですか、うん、だけどそれに合わせて駆動が戻ってくれないから、うん、ハイギアの状態で今度下から上げるようになってくるから、それで谷ができちゃう。ちょっと一回その色をさーってペーパーで取って、うん、あ、まだ滑ってんだなっていうのを確認して、表面についてるだけですから、クラッチは、クラッチは一番永遠のテーマですからね。なるべく繋がんないんだけど、繋がったら一気に繋がってほしいって誰でも思ってる。クラッチの臭が食わなくても重さがありゃ食っちゃうからね、遠心力で、はあ、でまた色がつくようだったらちょっとまたクラッチの調整した方がいい。仕上げすれば本当に熱だった、やっぱり熱なんだ。じゃあこれで今削ってまた色を元に戻したから、これでどうなるか。そうかね。でなおかつそうだね、重くなってくる、うん、でリメイクさんが言ってたように前ドクタープーリーって一回戻してから開ける時のワンテンポ遅れるくれるって言ってます、うん、うちパスルがそうだった。あ、リニア差がちょっと減るっていう、ということで、うん、クラッチそのまんまドクタープーリーにして、うん、でバックプレートを外しました、はい、外した、外した、うん、楽しみだ。じゃあ組み戻します。はい、はい、かわいい。お正月にね、綺麗にしてみました。80年代から90年代にかけて の, 定番のエンジンスワップです。多分僕らぐらいの年代でスクーター乗ってた人間は結構懐かしいと思いますよ。いや、速いっていうか、どうですか、軽い、軽い、うん、超軽くなってる。ああ、軽くなってるな。すげえ回転数すげえ高え。エンジンにすげえ負荷がかかってる気がする。いつも以上に回転数高い。やばい、これは無理。え、ダメ、うん、ダメそう。どうしようかな。最高速ほんと出ねえよこれ。なるほど回転ばっかり上がってスピードは上がんないって感じ。すごい、ウェーだって、わーわー言ってる、わーわー言ってる。前回、うん、ダメっすね、ダメっすね。今まで上がったことないぐらいの回転数、恐ろしい、うん、で対してパワーは出ないっていうことはもう変速回転域上限超えてるってことですか。うん、美味しいとこ外しちゃってるってことですね。上げた時の月は別に、あ、変わらない、全然変わらないです。むしろ月はいいと思う。あ、難しいね、速度難しいんですよ。ただ車外のものをやたらと入れてないじゃないですか、はいはい、でもまだいいんですよ、まだ浅い闇ですか。そうそうそう、まだまだ入り口色はどうですか。まだついてないですね。まだそんなに走ってないもんね、うんうん、使うプーリーでもって、うん、そのドクタープーリーがどれだけ
軽めに出るのか、あるでしょ、相性が多分あるんだと思う、うん、それが今 V100 のこの純正タイプのプーリーだとものすげえ強く出た、あ、うん、また車外のこう山の角度が違うもんだとまたそれだけ変わったってことは、そこが意外と急所だったりとか、うん、12.5 いいよ 12.5。あの駆動をある程度リフレッシュしちゃうとベルトが熱持ってきて変速しにくくなるんですよね。ベルト何回変えたわけね。全特会の時に変えて以来変えてないと思う。多分またベルトを変えると幅広くなっちゃうから、うん、ウエイトローラーが多めに出るよ。ウエイトローラーをどっちにしたらいいの？軽くするようになっちゃう。細いと回転上がるんで間違いなくベルト交換したらベルトの厚みが出るから、ウエイトローラーはこのずっと軽くしないといけない。そうですね、要はあのボスのワッシャー入れたのと同じ、ちょっとずれるんですよ、うん、ボスの長さはすごくいいので、あのベルトの太さとあの変わるので、うん、ベルトの太さも変わる。ベルトはね、コンマ1細くなればコンマ1変える、すごくシビアです、うん、ベルト変えただけでも調子崩し、全然感覚良くなくなります、うん、ベルトが3ミリ違うとタコメーターでがっつり100回転200回転変わってくるから、100キロは出るのにボスを短くしてるんですよ。短い方が速くなるってこと。最高速、最高速が速くなる。少なくても下り坂ではいくらでも出るような設定、自分の好みのボスの長さを設定してから全てが決まりますよね。やっぱそれをデータ取りするのもタコメーター。スクーターによってあるんですか、ベルトはこれがいいみたいな。ベルトはまあでも何でもそうなんですけど、あの好みになってきちゃうんですよ。あのここのメーカーって幅がちょっと狭いよねとか、ここのメーカーって太いよねとか、どういう走りを希望するかによって、あ、そうそうそう、それでチョイスするっていうような。ベルトに関しては、うん、あの強化とか歌ってあっても別に、うん、あ、そうなんですね、うん、やっぱり純正を基準で、純正を基準でエンジンノーマルですもんね。そうですね、うん、例えば出足早くしたいって一言で言っても、やり方はすごく、うん、やり方いろいろある、何パターンもあるっていうこと、ね、あるんですよ。だそんなに距離乗らないで、うん、あの数キロ走るぐらいとか通勤とかで速くしたいっていうのと、ロングも行くよっていうんだとまたセッティングまた違うから、短距離だったらこの部品だけど、距離乗ってくるとこれ入れとくとやっぱりタレンド速いよねっていうと、やっぱりまた別の方向で行くようになるっていうね。軽量クラッチがやっぱり今回の闇で、うん、そこを今度どういう風に対策していくか、焼けないギリギリのところで食わしていくか、うん、であとはノーマルの重いクラッチを入れてみて、それでもちょっと加速フィールがダメだなと思ったら、うん、ウィナースプリングだけを硬いものに変えるとか、うん、例えば今入ってる軽量に入ってるスプリング交換車とか、うん、あ、なるほど、うん、そっちの方がいいですかね。どっちがいいですか。このバネレートも分かんないですもんね。そうなんですよ、うん、クラッチスプリングって引っ張って入れるじゃないですか。安いクラッチスプリングとかメーカー分かんないようなやつだと、引っ張ったら伸びっぱなしになってるやつとかもね、あるから、重いクラッチを入れちゃえば今度重さの分だけ遠心力が強くなるから、でそこでちょっと早く食いすぎるなって思ったら、ウィナースプリングをちょこっと硬い、少し強化に、うん、ちょこっと、ある程度回っちゃうと圧着は重い方が圧着があって、ね、うん、柔らかさの数値みたいなんてあるんですか。あるよ、あるんだけど、どうやって測るさって話。センタークラッチスプリングは測れるんですけどね、バネばかりで。ある程度のところでテンションの変わるバネもあるんですよ。うん、ある程度までぐーっと硬いんですけど、ある一定からこうぐにゃってこう来ちゃうようなバネだったりとか、うん、バネでもなんか巻き方の特性が、うん、車の足回りなんかと一緒ですよね。あの荒巻きのスプリングなのか直巻きのスプリングなのか、うんうん、難しいな。あともう一つ、あのよくセンタークラッチスプリングが垂れるってほとんどの人そう思ってると思うんですよ。でも違うんです。バネってもうすぐ生クラになるようだったらバネじゃないですよね、使い物にならないですよね、うんうん、であれ特殊合金で作られてるから、じゃあそのバネがどのぐらい熱をかけたらダメになるのかっていうのは、バーナーとかで炙んないと生クラにならないですよ。そこまでの温度じゃないと、ね、ないと。それが例えば駆動の中に収まってて100度200度で生クラになるようであれば、それバネじゃないってことなんですよ。です、ね、だからやっぱメーカーさんもそういうとこちゃんと考えてね、製品として売ってるから、うん、実はその垂れてるのはスプリングじゃない、うん、
まあでも経年劣化でね少し柔らかくなるっていうのはあるんですけど、こんな目に見えて分かるほど垂れるっていうのはないですよね。あとはあのプーリーの動きが悪くなるっていうのもまあ一つあって、でそれもあるんですけど、一番やっぱ垂れてくるって強化部品を使って無理やりこう開け閉めをするわけですよ。そうするとそこのプーリー挟まってるベルト、バイクのタイヤなんかも温めると食いつきますよね、うん、それと同じなんですよ。あの食いついちゃって動きが渋くなる、降りていかなくなる、登っていかなくなる、フィットしすぎちゃう。そうですそうです、あのプーリーとかフェイスの面に張り付いてくるから。そもそもスプリングなんか取れる前にそうだよね、ゴムが溶ける、うん、そうなんですそうなんです。700度800度になっちゃったらベルトは溶けていなくなってるんで、まあドクタープーリーは入れないもっと重くないと思うけど、軽く出るっていうのは普通の丸いウェイトローラーっていうと何グラム分とか、8グラムぐらいな感じですか。あですよね、うん、多分そのぐらい変わっちゃうってことは、やっぱり15グラムとか18グラムぐらい入れちゃってもいいのかもしれない。この V100 に対してはノーマル形状のプーリーに対しては、うん、そのぐらい、回転落ちがそんなに良くないっすね、うん、いつまでもちゃんと上がってる感じ、全然乗り味が違う。裏を返すとドクタープーリー自体が押し上げる力が弱いのかもしれない、ね、逆に、うん、保持してくれるっていう、うんうん、いい意味でもある意味でも、うん、普通さベンってなるのがベンって感じだ、うん、落ちてこない、多分戻ってくるのが遅いのかもしれないですね。一気に保持してる、うん、多分ドクターブーリーできっちりセッティングを出したら、郊外のロングで走って止まって走ってっていう、その区間距離が長い走りなんかはいいかもしれないね。焼けてみて、焼けてるか焼けてないか、それをまず確認だね、まず確認、ちょっとまあこの時間じゃ焼けわかんねえ、うんうん、焼けを確認してメーターをつけて、はい、ありがとうございました、はい、じゃあしばらくこれでよろしく。こういう中に4つ、これ薬入れてないの？そうですこれそう薬入れ、朝昼夕あの爺さんが使います食べ過ぎですよ。この枕を10秒つけるこれやります。さっきは CG の方が音量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